シカゴノースウェスタントランスポーテーションカンパニー。シカゴノースウェスタントランスポーテーションカンパニー。シカゴノースウェスタントランスポーテーションカンパニー。略称 C&NW は、かつて、アメリカ合衆国中西部に展開した一級鉄道である。ノースウェスタン鉄道とも称される。報告記号は CNW。20世紀初頭。 C&NW が運営していた路線は5000マイル、8000キロメートルを超え、1970年代後半に経営規模を縮小する直前には12000マイル、19000キロメートル、ほどもあった。1972年に従業員に売却されるまで、会社名はシカゴノースウェスタン鉄道という名称であった。 1960年代にシカゴグレートウェスタン鉄道、CGW、ミネアポリスセントルイス鉄道、M&STL 等を併合し、アメリカ最大規模の鉄道の一つとなった。1995年までに路線の相当の部分が売却、または廃止され、路線延長は約5000マイルに縮小された。売却、または廃止された路線の大部分はアイオワ州やイリノイ州、 ミネソタ州、サウスダコタ州、ウィスコンシン州に展開されていた輸送量の少ない支線であった。長大路線も売却し、その消失はその路線に接続する鉄道や支線の消失も意味した。ダコタミネソタインスタン鉄道などがその例である。C&NW は1995年にユニオンパシフィック鉄道に買収された。C&NW が 設立特許を得たのは1848年6月7日である。C&NW はその5日前に破産した、シカゴセントポールフォンデュラック鉄道の株式を取得した。1865年2月15日、公式にカリーナシカゴイニオン鉄道、G&CU と合併した。同鉄道は1836年1月16日に、設立特許を得た鉄道である。 G&CU の営業開始は1848年12月、フォンデュラック鉄道の営業開始は1855年5月である。ため、G&CU が、ノースウェスタン鉄道の源流とみなされている。ノースウェスタン鉄道は1882年より、シカゴセントポールミネアポリスオマハ鉄道、オマハ鉄道の株式の大半を保有していた。1957年1月1日、 オマハ鉄道は公式にノースウェスタン鉄道にリースされ、1972年に合併された。オマハ鉄道の幹線は、ノースウェスタン鉄道と連絡するウィスコンシン州、エルロイから、ミネソタ州ミネアポリス、アイオワ州、スーシティ、そしてネブラスカ州オマハに至るものであった。ノースウェスタン鉄道は、後にいくつかの重要なショートラインを買収した。最後に買収されたのは、 1958年1月1日のリッチフィールドマディソン鉄道であった。同鉄道はイーストセントルイスからイリノイ州リッチフィールドまで44マイル、約71キロメートルの鉄道であった。1968年7月30日、ノースウェスタン鉄道は2つのインターアーバンを買収した。一つは36マイル、58キロメートルの デモインセントラル、アイオワ鉄道、DM&CI、もう一つは110マイル、180キロメートルの、フォートドジデモインサザン鉄道、FDDM&S であった。DM&CI は、アイオワ州デモインのファイアストンの工場へのアクセスルートとなり、FDDM&S は、アイオワ州フォートドジの石膏工場へのアクセスルートとなった。 1960年11月1日、ノースウェスタン鉄道は、ミネアポリスセントルイス鉄道、M&STL を買収した。その路線は1500マイル、2400キロメートルにも及んだ。その名称に関わらず、同鉄道は、ミネアポリスからイリノイ州、ピオリアまでのものであった。この買収により、近代化された車両とともに荷主を手に入れ、同時に競争も排除できた。 1968年7月1日、ほぼ同規模のシカゴグレートウェスタン鉄道 CGW を買収した。CGW は、シカゴとアイオワ州、エルウィントを結ぶ鉄道であり、そこからツインシティズ、ミネアポリストンとポール、オマハ、ネブラスカ、ミズーリ州カンザスシティへの路線を分岐していた。ミネソタ州ハイフィールドとアイオワ州クラリオンとを結ぶ。 ルートはツインシティズとオマハを結ぶ幹線となった。CGW はノースウェスタン鉄道のシカゴ、ツインシティ、オマハへのルートを取っていたが、より長距離の路線となっていた。この合併はカンザスシティへのアクセスを容易にし、また競合を解消した。1970年にミルウォーキー鉄道との合併話が解消した後、C&NW の社長であるベンジャミン W ・ハインマン、 And NW を1972年に従業員に売却することを案じた。これを従業員保有会社制度と呼び、以後しばらく企業ロゴにもその文言、エンプロイ温度が描かれた。シカゴロックアイランドアンドパシフィック鉄道、ロックアイランド鉄道が1980年5月31日に営業を停止した後、ノースウェスタン鉄道はスーライン鉄道との約600マイル、 約 70km の路線の獲得競争に勝利した。その路線はスパイン線と呼ばれツインシティズからカンザスシティを経由してデモリンに至るルートであった。このルートをノースウェスタン鉄道が旧300万ドルで買収することは1983年6月20日に仲裁通商委員会 ICC により承認された。この路線は堅実に建設されていたが ロックアイランド鉄道が破産したことによりまともな保守がなさておらず、1984年まで大規模な修復工事が行われた。ノースウェスタン鉄道はエルウィンからカンザス式との間の路線の廃止を打ち出した。この区間はスパインラインのサービスを真似ており、C&NW の前身となったシカゴグレートウェタン鉄道の通行券があった。 1995年4月、シカゴロースウェスタントランスポーテーションは、ユニオンパシフィック鉄道、アップに、吸収合併された。アップに引き継がれた C&NW の機関車群は、C&NW 時代の塗装のままに、数年間運用された。2007年現在、GEC-C44 から9トの8646号と8701号の2両の、 機関車が C&NW のロゴと報告記号のまま残存されている。ただし2両ともアップ仕様となっており、エアコンはアップカラーであり、ホーンやナンバーボード、ブラウもアップ仕様である。アップはこの2両が深刻な故障を被らない限り、現状のまま維持する方針を決めている。もし故障した場合は、アーカンソー州ノースリトルロックにあるアップのジェンクス工場にて、 修理する予定だが、状況によってはそのまま廃車となる。C&NW から引き継いだその他の機関車には、新しいロードナンバーと報告記号が貼られた。約4 0両がその状態でアップその他の鉄道で、使用されている。C&NW 時代の外装をそのまま維持している。車両としては、イリノイ鉄道博物館で保存されている411号と1518号。 ネブラスカ州の穀物倉庫で使用されている4153号の他数量のエンド製 GP7、GP9 GP などが各地のショートラインや工場で使用されている。アップはアップが引き継いだ鉄道の塗装パターンをヘリテージとして現在使用中の機関車に再現している。2006年7月15日アップの1995号すなわちエンドの SD 70エースが C&NW 塗装として、シカゴのノースウェスタン駅で披露された。塗装は、ウィスコンシーサザン鉄道の工場でなされた。以後、過去に C&NW の路線だったところで列車を牽引しており、時に、前述の8646号や8701号と連結して使用されることもある。なお、ノースウェスタン駅は、 アップの近郊鉄道であるメトラのターミナルであり、1997年にオギルビートランスポーテーションセンターと解消しているが、多くの地元民はノースウェスタン駅と呼び習わしている。C&NW において最も有名な列車は、1935年から運転されたシカゴとツインシティズとを結んだ400である。列車名は、同区間の距離が約400マイル。 640km を400分で結ぶことになむ。この列車は、シカゴ・バーリントンクイン C 鉄道、CB&Q のツインゼファーやミルウォーキー鉄道、ミルフォアの早ワサ等を競合相手とするものであった。両都市間を後続で連絡するというシステムを最初に確立したのは C&NW であった。ただし、 従来の車両を更新して列車に充当しており、新型の E3 駅間車が牽引する流線型の新型客車が投入されたは1939年であった。C&NW は後に400をツインシティ400と改名した。それは C&NW は他の旅客列車にもロチェスター400、ケイトシェリーン400など400を冠した列車名を付与していたためである。 ツインシティ400は1963年まで運行が続けられ、その他の旅客列車はアムトラックが成立した1971年まで存続した。また、C&NW は、アップやサザンパシフィック鉄道と連携して、長距離の旅客列車を運行した。オーバーランドリミテッド、シティオブロサンゼルス、シティオブサンフランシスコ、シティオブデンバー、そしてチャレンジャーである。 これらの運行は1889年から1955年まで続いた。シカゴへ行くルートが C&NW から線路の状態のより良いミルウォーキー鉄道に切り替えられたのである。アメリカでは複線区間では一般的に右側通行であるが C&NW の列車は左側通行である。その経緯をレイクフォレスト駅を例に見てみると 線路の増設や利用客の動向、そして施設の移設費用がその理由であることがわかる。すなわち、建設時は単線であり、ホームと駅施設はシカゴ方向に対して左側に配置していたが、後に伏線化された際に増設された線路は右側に配置された。ほとんどの乗客はシカゴ行きの列車に乗るため、シカゴに向かうホームはそのまま駅施設に近い側、 進行方向左側のものを使用した。また、信号機類の移設に多額の費用がかかることも、これらを改良することの妨げとなった、というものである。C&NW は、他の鉄道会社から中古で物を購入することが、多い。C&NW の工場は可能な限り、経済的に物事を処理しており、C&NW をもって、チープナッシングウェイステッド。 安価に、かつ無駄なくの略であるという言説もある。写真の良い,い鉢に見られる工程を省略した運転台の造形に、そうしたことが端的に現れている。1985年までの競合相手は、ミルウォーキー鉄道であったが、同鉄道が破綻した後は、スーライン鉄道が、もっぱらの競合相手である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。